こちらは動画制作者です。地域差がありお隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。なるほど、結構あるな。何見てるん？この時期忘年会や飲み会で帰りが遅くなる時あるじゃん。ありますね。それで終電って何時くらいまでなのかなって。あ、終電を調べてたのね。高崎線、上野高崎間の終電はこうだったんさ。下りは23時半前には終わっちゃうのか。籠原までならもうちょっとあるけどね。いや、そこは埼玉ですけど。太田近辺の人は籠原から乗ったりするんだぜ。え、マジで？これが両毛線。お、栃木も関わってますな。遠いけど小山まで行くとなると22時前には終わっちゃう。そう、それは早いな。桐生までだったら結構あるんだけどね。越見のハードルは高いのか。その他の路線もやっぱり23時前後くらいになってるね。いやー、22時台だとやっぱ早く感じるな。それはもしかしたら贅沢な考えかもよ。どういうこと？だって日本一早い終電は朝6時47分なんだよ。え、それ終電なの？この1本しかないから始発でもあり終電でもある。恐ろしい。それ考えたら22時でも贅沢に感じるよね。いや、比較対象が極端。冬はやっぱりイチゴの時期だよね。栃木の独壇場ってやつですな。とちおとめ多いもんな。実はそのとちおとめ、10年後スーパーで見なくなるかもよ。え、なんで？今栃木県の主力商品といったらとちおとめじゃん。そうですね。それを新品種のとちあいかに切り替えるんだって。え、そうなの？これが現在の生産量ね。いやー、すげー多いな。で、10年後の目標がこうなってる。おー、マジで切り替えるのか。 5% となるとスーパーで気軽に買えなくなるかもな。でも切り替えってそんなうまくいくもんなの？昔女峰っていちごがあったでしょ。ありましたね。あれからとちおとめに切り替えた過去もあります。確かに今見ないもんな。まさに世代交代ってやつですな。そもそもなんでとちあいかに切り替えるの？とちあいかの方が甘かったり病気に強かったり。なるほどね。ちなみにとちあいかは苗の提供は県内の生産者だけ。へえ、栃木でしか栽培できないのね。徐々に切り替えていくらしいよ。となると慌てて買う必要はないか。まあそういうこと。じゃあしばらくは群馬の弥生姫でいいや。なんか複雑。この時期塾帰りの子を見ると応援したくなるよね。受験も近いしね。私も受験勉強頑張ったな。特に高校受験。そういえば群馬の高校の受験倍率ってどんなもんなん？そりゃ高いとこもあれば低いところもありますよ。どんな感じ？こんな調査結果がありますね。2023年3月に中学を卒業する人の進路希望か。10月3日時点での希望状況ね。なるほど。まずは公立全日制とフレックスの全体倍率。お、ギリ1を超えてる感じか。想像より低いな。まだ最初の調査だしね。昔はもっと高かったような。で、これが倍率の高かった高校さ。やっぱ工業は人気なのね。高崎工業は他の学科も高かったよ。定員も少ないもんな。少子化の影響は計り知れませんな。それでこっちが倍率の低かった高校。やっぱ端っこの地域だと低いんだな。街中の高校でも比較的低いところありますよ。普通に定員割れしてる。しかも工業高校もまだ最初の段階だし、これから変わってくるでしょう。こういうのを見るとより応援したくなりますな。よーし、頑張れ受験生。あー、感じた。いや、君も頑張れ。先生、ちょっと質問があります。なんでしょう？私ちょっと怒ってます。いや、だから何さ。北関東道って栃木に入るとなぜか無駄に北側に行かされるよね。どういうこと？
これ見て。はいはい。群馬方面から茨城方面に向かう途中、岩船ジャンクションで東北道に乗せられ、津賀ジャンクションで北関東道に戻り、なぜかちょっと北に行って南に戻る。それが何か。なんでよ、このまままっすぐ行った方が早いし楽じゃん。いや、これにはいろんな理由があるんだよ。なんで栃木に入ったら方向変わるん。ですから。あと小山市がかわいそうじゃん。おっと、ちょっとそれには何も言えねえけど、北関東道は50号の渋滞解消のために作ったんでしょ。それだけじゃないよ、それぞれの県庁所在地を直結させる役割もあったの。マジかよ。前橋と水戸はほぼ同じ位置だけど、宇都宮だけちょっと北にある。だから北に迂回しなきゃいけないのか。俺でも南ギリギリにしてるんだから、ありがたいと思ってくれよな。マジでちょっと触れて戻ってるのね。北関東3県の発展のために我慢してくれ。じゃあまとめると、栃木のせいで面倒なルートになったわけね。おうおお、聞き捨てならねえセリフだな。あと小山市がかわいそう。それは本当に何も言えねえ。来年の県民手帳買いましたか。当たり前っしょ、県民のバイブルだぜ。栃木のはこれだ。ザ手帳って感じだな。そりゃ手帳ですもの。群馬のはこれだ。なに、群馬ちゃん、かわいいでしょ。ちょっとさ、いろいろ比べてみようぜ。まずはサイズ。栃木は一種類しかないのか。昔はポケット版っていうめっちゃ小さいのがあったけどね、なくなっちゃったのね。続いてカラー。これも栃木少ないな。群馬のめっちゃ種類あるじゃん。これ中に全色の表紙が入ってて、気分で変えられるのです。あ、めっちゃいい。んで価格、群馬の方がちょっと高いのね。栃木はこれでも値上がりしたんだよ。そうだったのか。まあ中身に関してはそんなに違いはなさそうね。いろんな情報や統計が楽しいよね。一番最後にある東京の地下鉄路線図はつい見てしまう。わかる。ちなみに栃木のは施設の入場料割引とか特典があるんだぜ。へえ、それいいじゃん。とにかくまだ持っていない県民の皆さん、お近くの書店などで買っちゃいな。